今回のスピチューブはこちらでございます。唐揚げ専門店、創業50年の味を正統継承したお店、めちゃめちゃ気になりますよね。今流行りのテイクアウトの専門店、いやー気になりますね。それでは最後までよろしくお願いします。今日はね、中区の東岡山の方に来ました。でこちらね、ちょっと唐揚げ屋さんが店頭あったりね、気になる場所でもあるんですけども、あーいいですね。もも、胸、ミックス、手羽先、手羽元、つなずり、本汁とかね、いろいろありますね。はい、というわけで今回お邪魔させていただくお店は唐揚げ専門店福沢さん東岡山店ですね。まあ、こちらなんですけどね、この岡山と九州の唐揚げをいただけるということで、ちょっとね気になっていた場所なんですけど、こちら岡山城の近く丸の内でも本店があるようですね。まあ、ちょっと場所分かりにくいんですけど、この電子掲示板がすごいインパクトありますね。この道路から見るとやっぱこれがね一番の目立つ部分かなと思います。それではいざ入店でございます。店内の様子がこんな感じでございます。どことなくねあったかい雰囲気がねしましたね。メニューもねこんな感じで親切に大きく載ってますね。レイアウトも可愛らしいですね。これテイクアウトなのね。そうですね。ウーバーイーツもねやってると。あ、いい、嬉しいです。あ、こちらが、はい、こういう、ありがとうございます。こういう感じでテイクアウトでご飯っていうか、そうですね、はい、唐揚げだけっていうか揚げ物だけかと思いつつ、やっぱこういうお米類も食べてくる、はい、いやすっごいねいい場所見つけましたよ。まあ、これ先ほどもねお伝えしたんですけど、この東岡山店の他にも岡山市内の丸の内の方に本店があるということですね。こちら県庁通り駅から徒歩7分ということで、まあ、この近くね岡山城とか後楽園とかあるので、まあ、これからのシーズンね本店の方でもテイクアウトしてちょっとお花見じゃないですけどね、そういうこともできますよね。こんな感じですね。基本テイクアウトです。はい、こんな感じでございます。はい、というわけでね、いざ注文しようかなと思います。まあ、こちらね九州タイプの唐揚げと岡山タイプの唐揚げがありますんで、それぞれもも肉をね注文させていただきました。それとこの砂ずりがねかなりうまいということで大人気ということで注文しました。で最後にコロッケ注文いたしました。いやー非常に楽しみですね。で注文がね迷う方、こちらワンコインで選べるセットもありますので、ぜひチェックしてください。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。お待たせしました。はい、わかりました。じゃあちょっと、はい、わかりました。あ、じゃあこれちょっといただいて、はい、すいません、はい、ありがとうございます。失礼します。ロゴが入ってます。今日がお、すごっ。これね、岡山と九州の唐揚げのもも頼んだんですけど、よく見るとね、こうやって岡山ももって書いてて、で、このね、九州ももって書いてて、なんかね、それぞれの味というかね、分かりやすいですね、これちょっと。岡山から行こうかな。はい。
いいね、いい色してますね。じゃあいただきます。うん、うん、あ、おいしい。すごい柔らかいし、中がジューシーでございます。うん、うまっ。うん、で続いてがこの九州のね、もも肉いただけるという感じです。ちょっとなんか醤油が、うまっ。これやばっ、めっちゃうまっ。うまっ、ご飯の上にだね、これ、うん、はい、こちらがね、コロッケでございます。牛からカレーのコロッケと牛あるんですけど、今回はね、牛、これ別の島と一緒で、ホクホク、白白でこのコロッケのこのシンプルさ、はい、牛肉の風味がいい。うん、じゃあね、ドンと。でこれね、砂ずりが、これお店でね、もうかなり有名な品になってます。うわ、歯応えいいですね、これ。うん、味もね、いい感じで、うん、おいしい。これ止まらないね。うん、ね、こちらのお店にお伺いさせてもらったんですけどね、あの岡山と九州の唐揚げ2つあるんですよね。まあ、岡山はね、優しい感じの唐揚げなんですけどね、この九州になるとやっぱり辛甘だれですかね、またこれがお酒合いそうな感じなんですよね。いやー、多分ね、岡山の方はすごい好きな味かもしれないですね。いや、まあ、その他ね、いろいろとご飯のねメニューもあるんでね、まあ、フライ系ね、いいですね。チキンナゲットとかね、タルタル唐揚げ、タルタル丼とか美味しいのありますね。店員さんもね、すごいあの気さくな方でね、あの入りやすいお店かなと思います。ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。アーバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。